あ、じゃあそうか。じゃ知らなかったってこと、青木さんとった話が来た時、MMA でやるのかよ。そうそうそう。何を考えてんだろうと思って。まあ、年齢もね、30代確か半ばから後半ぐらいになってくると思うんですけども。そうですね。はい。燃え尽きたっていうコメントを残して、はい。お早めに、まあ、引退されるというふうな情報を見たんですけど、まあ、それはやっぱ、なんか大きな怪我とかがあったわけじゃない？そうですね。ヘルニア、頸椎ヘルニアはもうボクシングの時からなってて、うん、それが結構もう限界来てた時があって、うん、試合中とかに、ガード越しでもパンチ、パンと持った時に、痺れちゃってて、その痺れを感じるよりも前に、筋肉が弛緩して、こう、手がパーンって、落っこちゃうことがあって、で、ガード越しで。もう、その時から、うわうわうわってなって、そこからもう上げ落ちても上がんないですよ、しばらく。で、時間経てば上がるんですけど。そんなにひどかったんですか？はい。で、それがあったんですけど、それ関係ないです。やめるのに。うん。もう、それで、例えば負けちゃったとしても、もう、リングから控え室に置いてくる階段中には、あの時、あれ良くなかった、自分の動きの反省とかして、次回はやんないようにしなきゃなって、次回のこと考えてるんです。もうね、全然やる気満々なんですよ、ね。なんですけど、その引退した2013年の4月かなの試合中にやってる時にもうね、面白くないと思ったんですよ。試合中ですよ。試合中に、あ、なんか全然面白くない今日って思って、これ燃え尽きたなっていう感じだったんですよね。採用ないですね。そうなんです、そうなんです。でもう全然面白くない。勝っても負けても、もう多分引退するかもしれないなって思いながら試合してたんですよ。で、結局判定で負けたんで、そのまま、控室行って、あ、もう引退しますって言ってるんですけど、まあ試合直後の、負けた直後の言葉だから、みんなも、まあまあ一日ゆっくり考えてくれ、そうですよね。今言ったところで、その時の、なんか、気分で言っちゃってるだろうなと思われてるだろうなと思ったんで、まあまあそうですよね、って言っても、もう、ほぼほぼ、やる気がなかったですよ、まるっきり。なんか、いつかあるんですか、それってね。いやー、本当に燃え尽きた感が、なんか、年も年だったので、36とかだったんですけれども、すごいかっこいいことを言ってたわけですよ。飲みながら、いや、燃え尽きまでやるよ、なんです。本当に燃え尽きて、そしたら。全然面白くない。もう全然面白くないから、もうやめようって思ってやめました。だから、未だに、キックボクシングのトレーニングやろうかなっていう気持ちに、ほとんどならないですもん。だから、やりきった感がね、ものすごい出ます。でも、なんか、逆に、その、ある意味でこう幸せな辞め方はされてると思うんですよ。まだまだやりたいけど辞めなきゃいけなかったなんて人の方が絶対多いじゃないですか。そうですね。じゃあそれ思います。本当にだから、自分としては、なんて言ったらいいんでしょう。満足のいく辞め方ではなかったんですけれども、後悔とか、そのなんか、未練がないので、幸せな辞め方なんじゃないかなと思いますよね。ここから先も今のね、あの鈴木さんにつながってくると思うんですけど、その、確かプロレスデビューされたのは、何年、3年、4年ぐらい前でしょ。4年ぐらい前になるんですかね。ですよね。だから40歳を過ぎ41人ぐらいで確か始められたと思うんですけど、はい、その、キックボクシングをやめてから、それまでは何をしてたんですか？2013年の4月に引退した、その最後の試合だと思うんですけど、2013年の1月にジムをオープンしてるんで。うん、このジムですね。そうです。はい。で、そこからジムと、あの選手の、二足のわらじぐらいなつもりで始めてたんですけれども、選手を早々に引退してしまったので、もうジム経営の方で、指導の方に、まあ、バーッと力を入れてましたね。はい。で、プロレスですよね。デビューするきっかけ。はい。応援してくださってる方とか、あとはその、ジム経営するにあたって、また新しく知り合った方々って結構いらっしゃるんですけれど、その中でやっぱプロレスファンがすごく多くて、なぜか。プロレス好きだって方がすごく多かったんですよ、うんうん。応援する方。で、私はそんなにその時プロレスって、うん、興味なかったというか、うんうん、あれだったんですけども、まあ、機会があって見に行くようになったりとかして、1回2回見ても、うんっていう感じだったんですけども、うんうん、なんとなく見ていくうちに、あ、ちょっと面白くなってきたぞと。プロレスってこうやって見るのかみたいな。見方が分かってくるとか、はい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 、なってきて、あ、面白いなって思ってたわけですよ。でもまあ、その時はやろうとは思ってなくて、うんで、まあ、プロレス行こうよ、プロレス見に行こうよって誘われることもちょいちょいあり、で行ってたんですね、うん。そんなプロレスファンの中に、とうとう、やってみればって言い出す人がいたんですよ。そういうふうに言うってことは、その人は、プロレス業界とつながりがあるから、自分が声かけるのができるよってことだったんですか？そうですね。そういうことですね。うん、はい。でも一度、それあれですよね、その4年前、プロレスデビューの前後に、俳優活動で映画とかも出てますよね。ああ、そうですね。それは、
俳優になりたいっていうのはありましたけど、もちろん今もやりたいです、うんうん。なんですけども、なんかこうスポットでお話いただけたら、その、うん、雑誌のモデルとか、いただけたら、やってはいたんで、うんうん、そういう感じでしたね。はい。それをきっかけにそっちがわーってなってくれればいいなーなんて思いながらその仕事を毎回やってるんですけど、うん、きっちりスポットで終わるっていう。あとに全然繋がってこないっていうね。あ、演技とかの評判はどうでした？確かあの、あと銃を突きつけるやつもなんだっけな。はいはいはい。悪い人たちのボスみたいな。はい。ブラックルームですね。はい。あ、よかったっすよ。評判よかったっすよ。これなんかいろんなボクシング系の人多く出てましたよね。もともとそこにキャスティングしていただいたのが、もともと、ボクサーの池田光松さんという方がいらっしゃったんですけど、はいうんうんはい、その池田さんは私のその新人王同期なんですよ。ああ、選手として同期、はい、そうなんですか。98年組、はいはい、同期で、うん、で、そのつながりがあったので、なんとなく向こうも、悟る悟るみたいな感じで声をかけてくれて、なんかこういう映画にあって、今、キャストを探してるんだけども、今、ご自身がキャスティング会社がなんかされてて、で、それでキャスティングしていただいたんですけど、ご一緒に坂本大輔さんっていう。ああ、そうだ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 。そうです。出られてましたね、はい。このチャンネルで一番最初にドキュメンタリーを取材させてもらったのが、実は坂本大輔さんなんですよ。ああ、そうなんですね。はい、私の知り合いというか。大ちゃんも多分池田さんがキャスティングしてるのかな、はい。で、出てましたね。私の古文です。実際はどうなんですか、古文ですか。違いますけどね。はい、違いますけど。いや、でもあれもいい経験でしたね。プロレス、格闘家からプロレスデビューっていうのが、ちょっと、昔の格闘技ブームが終わった後、結構そういった人多かったんじゃないかなと、うん。特に総合格闘技のブームでしたから、ああこうプロレスとのリンク、親和性があるというか、はい、まあ、鈴木さんはあの総合格闘技はなかったですけども、そこでちょっと私気になったのが、去年、青木真也さんとプロレスで対戦されましたね。やりました。このお話まで全然私聞いてなくて、はい、ぜひ講師したいなと思うんですけど、うん正直、そのお話って来た時はどんな感じでした？確か着力っていう興行の、そうなんです。ランディフグ追悼みたいな感じの。そうです、そうです、はい。いや、総合格闘技は唯一やってきてないんですよ。そうですね。私が、はい。なので、総合格闘家と総合格闘技を戦うのは無理だなって思ったんですけど、プロレスって聞いたんで、プロレスすんのかと、青木選手はプロレスできんのかと思って。なるほど。はい。そこが疑問でしたよね。でも、ね、実はずっと前からプロレス出てるんですよね。結構やってますね。そうなんですよ。はい、それも知らなかったので、うん、はい。マッチメイクされてから調べてたら、プロレスやってるんだと、うん。そこで、まあ、できるなと。あ、じゃあそうか。じゃあ知らなかったってことで、青木さんとって話が来た時、MMA でやるのかなって。そう。何を考えてんだろうと思って。私唯一 MMA やってないんですよ。そうやって、ボクシング、うんキック、うん、シュートボクシングもあるじゃないですか。ルール違うじゃないですか。うん、その立ち技総合格闘技。寝技はないですね。はい。寝技がない、投げ、決めが許されてる格闘技。うん、結構もう、踏み込んでますよね、うん、ルールとして。うん、で、そこから寝技があれば総合格闘技、MMAじゃないですか、うんうん。なぜこれをやらないかというと、はい、寝技が大嫌いなんですよ。嫌いなんですか？その他人見てて嫌だと。嫌い、いや違います。私がやるのが嫌いなんですよ。今、柔道と柔術って私やってるんですよ。経験として。そうですね。柔道は近いですね。はい、そうです。で、柔術もその後町道場通って。寝技じゃないですかね。やってるんですよ。なぜかというと、やっぱりそこの弱点克服したいなと思った部分があったんでやったんですけど、なんかダメですね。なんかセンスがない。合わない。センス、ほんと自分にその寝技のセンスを感じないんですよ。打撃系ってなんとなくこう、思うこととかができたりするんですけれども、寝技はどうもダメで、合わないな。なのでやらない、MMA やったことないんですよ、うん。でも自分でやってみてダメだったって判断したのがいいですよね。本当ですか？なんかこう、やってもいないのに嫌だとか嫌いだとか、できないとか、そういうのはちょっとあれですけど、実際やったんですもん。はい。なんかちょろちょろとはできるんですよ。なんかちょっと寝技とか言ってもらっても、ちょろちょろとはできるんですごく基本は別にできちゃった。そうなんですよ。まあでも、それは青木さんとの試合がありがたいことにプロレス。ありがたいことにプロレスでしたけど、キーロックですからね。まあ、決まり手キーロック。めちゃめちゃ腕痛めつけられるっていう。あ、キーロックってこんな痛んだぐらいな。見事に決められて。ちょっとごめんなさい。多分私もちょっとその傾向があるんですが、このチャンネル見てる人ってやっぱあまりプロレス詳しくないんですよ。はい。どう、その試合前とかって、追悼興行とはいえ、こう、マイクとかでこうお互い悪口言った人なんですか？あ、いや、全然なかったですよ。なるほど。はい、はい。なんか、さらっと始まりました。うん、さらっと始まって。はい。で、何分ぐらいの試合だったんですか？何分ぐらい？ 10 分ぐらいやったんですかね。うん、でまさかの、蹴り、場外に、蹴り出したら、蹴り出したどっちだっけな
まあ、とにかくね、青木選手に場外に引き落とされるっていう、うん。で、それで場外乱闘をするっていう。で、めちゃめちゃ痛かったっすね、なんか場外乱闘、椅子とか。青木さんって、そんなまさしくプロレスラーみたいなプロレスをされるんですか？そうなんですよ。そういうのもびっくりしましたし。で、結局そこから見てみたら、青木さんのその、ね、その後、うん、試合見てると、めちゃめちゃプロレスラーな試合するんですよね。その体自体はすごいやっぱ細い、プロレスの中じゃ細いから。あ、で私とあれしても対峙しても体格全然やっぱちっちゃいですよ。なるほど。まあでもね、その格闘技の方でね、階級性が強いから。なるほど。じゃあ結構、こってこてのプロレスラーなんですね、青木さんは。やれますね、プロレスも。はい、青木さん喋って何言ってるかわかりますか？いや、わかりますよ、わかりますよ。何ですか？いや、やっぱお声が枯れちゃってる。あ、そうなんですよね。あれいつあんなあったんですかね。全然、それこそ、若い頃はそんなことなかったですよね。ドリームの頃はね、うん、そんなことなかったですよね。いつになったのかなと。お会いして、その試合の時にお会いして、なんかその試合後とかお話した時とかに、うん、ここゴロッゴロになってるから、うん、いつになったんだろうなとは思ってはいたんですよ、確かに。わ、うん、かりました。そうすると、キャリア的には、まあそれが去年の試合ですから、はい、最近どういった活動をされたんですか、そのプロレス的な試合で言うと。ベストボディジャパンってご存知ですか？そのベストボディっていうのは人は、そのだから、かっこいい体、うん、コンテストみたいなやつ。その筋肉を鍛えて、ただその、デラックスがいいってわけじゃなくて、細いとこは細く。そういうことですね。そうです、そうです。その団体が、プロレス団体を立ち上げてるんですよ。結構もう3年ぐらいになるんですかね。うん、3年か4年ぐらい。ちょうど私がちょうどデビューしたと同じぐらいに立ち上げてるので、で、そのぐらいのタイミングで出させていただいて、そこはもう結構定期参戦してる感じです。うんうん、なのでもう私一応フリーでどこでも出れるんですけれども、そのベストボディジャパンプロレスが主にやってる感じですね。うん、どうですか、改めてその格闘技からプロレスに移ってもう3年4年で、こう今定期的に出場している団体もあるっていう中で、多分ご自分も楽しいからやってると思うんですけども、うん、あの魅力的な部分って教えていただけますか？プロレスもですよね。もうそれも私もやっぱやってみて、見て興味を持ってやってみて、また思う違うところがあるんですけども、ボクシングの時代に私が何を見せたかとかっていうと、やっぱりお客さんが KO を見たいと思って、うん、はい、でさらにそこにちょっと芸術性というか、うん、ものがあって、そのカウンターで、うん、そう何が起こったか分かんないようなシーンを見せたいっていうのはあったんですよ。私がフィジカルが弱くてコンタクトをしないようにボクシングしてたっていうのもあるんですけれども、うん、カウンター、すごい芸術的なカウンターで倒れるっていうのが、すごい私的にはすごいそれに魅了される部分があったので、それを見せたんですけれども、醍醐味だろう、ボクシング醍醐味だろうと思って。盛り上がんないですよね。びっくりするぐらい盛り上がんないですよね。なんかなんなら一瞬シーンとするみたいな。確かに派手なね、ド派手な手数の多い殴り合いがやっぱ一番。そういうことなんですよ。お互いもほぼほぼ同じレベルで殴り合ってるみたいなのが見るともうバーッと盛り上がるわけですよね。そういう、エンターテインメント性っていうものがやっぱり好きな部分があるんですよ。あの好きは好きなんです。そうなんですよ、うん。でも私自身はそれをやってこなかったわけです、うん。なぜかその自分のこだわりですよね。やってきちゃったんですけど、プロレスって一番にそれを要求されるんですよ。うん、なので、プロレスはガチじゃないと、うん、はい、おっしゃられますけど、それはね、確かにね、ロープに振った相手がロープで跳ね返ってくるかよっていうことなんですけど、そこはガチじゃないですよ。うん、そんなもんね。ですけど、小橋さんとかのチョップでこう切れて血吹いたりとか、頭切って血出たりとかしてるじゃないですか。あのね、チョップとかキックとかガチっすからね。でも避けない、避けない、避けれるんですよ、本当だ。鈴木さんなんか避けない、そう、避けない、避けちゃいけないんです。なぜならそれでお客さんを喜ばせるから、うん、はい、それが要はボクシング、さっき言ったら打ち合いなわけじゃないですか。もうチョップバーン張ったら打ち、うん、逆で打ち返してっていうのを見て、お客さんがわーって盛り上がっていってくれる、めちゃめちゃエンターテインメントなんですね。そこじゃあお客さん盛り上がらせて自分も満足感が高まる。そうなんですよ。でそれでなんかこの相手とのその時間の共有というか、うん、その俺たち今お客さん盛り上げてるよなみたいな、うん、なんかこのあれが一種の疎通が出てるわけですよね。うん、それがなんかプロレスの魅力ですかね。やってる方としては、うん、見る方のなんか魅力あるんでしょうけど、うん、私がやってる魅力としてはそこです。エンターテインメントでお客さんに伝える場面をちゃんと作ってるっていう。今までで一番そのプロレスの魅力について納得したんですけど、なんでかというと、そのボクサー時代は自分の戦い方があまりこうエンターテインメントじゃなかった
っていう考えがあるから、逆をやってるっていうような形がすごいこう説得力があって分かりやすかったです。そうなんですよ。なんか本当に、僕最時代とか手売りしたりするじゃないですか、チケットとか。で、私のその、特に防衛戦の時なんか、結構な割合で、前半 KO が多かったりするわけですよ。2ラウンド KO なんかめちゃくちゃ多かったんで。そうすると、まあ、勝って、あ、おめでとうって、後々お会いした方と言ってくれるんですけど、なんか、もっとさ、なんかこうガツガツ打ち合ったりとかしないのって。え、そういうのって、なんか、俺のボクシングに反するんだけど、ちょっともっとこう、打たせずに打つがボクシングの醍醐味なんだけど、みたいな。こだわりがあったので、だけど見たいのは、熱くなるのは、そういうものなんでしょうね。で、それを感じていたんですよ、ボクサー時代もね。そうっす。でも、だって、多分そんなことしたら多分、こんなに今、流暢に喋れないですよ。おっしゃる通りです。あんまりダメージ感じないですよね。いや、もう全然、そういう、あれがないですね。その、パンチドランカー少女みたいな。ないですね。あまりないですね。また、面白い、あれが、はい、その、以前ですよ。はい、私、クズ時代に。これ、今後どうしようかって迷った時に、さっき何で迷ったか覚えてますか？迷った、はい、何をしようか。じゃあ、よし。俳優やりたいって。そうですね。俳優でも、やり方わかんないから、じゃあ、うん、ボクシングでってなってるんですか、うん。じゃあ、格闘技やろうってなった時に3つ迷ったんですよ。うん、うん、はい。何でしたっけ？それは、ボクシングと、はい、キックボクシングとプロレスと、はい。そうなんですよ。全部やってるんですよ、結局。それで初めて聞いた時、全部やってるなと思って。そうなんですよ。結局迷った3つは、やってしまっているってところが、あるなと。わかりました。じゃあ結局こう最初からやろうと思ってたこと実はやってたって感じですか。そうなんですよ。なんだかんだでリングに立ち続けてるし、なんだかんだで種目を変えてね全部やってるしみたいな。一個違うのはシュートボクシングやったってこと。そうですね。じゃあ分類上切って。そうです。なるほど。わかりました。じゃあちょっとそろそろ締めに入りたいんですけど、はい、こちらの8年ぐらいもうやってらっしゃるっていう六本木にある麻布にある、パーソナルトレーニングのジムなんですけれども。はい、こちらは結構お客様もやっぱ土地柄すごいこうエグゼクティブな方が来られるって聞いたんですけど、本当なんですか？いや、だいぶ盛られたお話になってますけれども、そんなことないですよ。ちゃんと、一般の方もいらっしゃってますし、はい。プロレスはじゃあまだまだ続けていかれるつもりなんですか？そうですね。なんか、プロレスも一つの、ライフスタイル、うん、まあ今ここでのパーソナルトレーニングっていう、場面のお仕事とプロレスラーとしてのお仕事っていうなんか一つね二つが私の今のライフスタイルみたいになってるのかなって思う部分もあるんで、そんな感じではやっていきたいですね。なんかこうこれもう年も年なんで、ここからじゃあもうガツガツやっていくぜなんていう感じではないですけども、まあできればね、どんどんメジャーな団体とかも出てみたいですし、はい、私が K1 に行った時にインタビューでそのボクサーが K1 のリングに上がるんじゃねえんだよ。俺はキックボクサーとして K1 リングに上がるって言ってるんですよ。全然そんなの忘れてたんですけど。そういうとこはやっぱブレてないなと。ああ、なるほど。自信がありますね。なるほど。はい。じゃあ、準プロレスですね。そうです。プロレスラーとして上がるっつって、ちゃんとデビューまでの期間はプロレスの練習をしっかりしたので。はい。はい、で、未だにプロレスラーとしてやっております。じゃあ、この後はもう鈴木悟のプロレスをお楽しみと。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。私、高校を中退してるんですよ。あ、そう。はい。で、その理由もちょっといじめとか、そういう感じで。ごめんなさい、いじめ、体格が大きい以上、いじめちゃった方なんですか？違います。いじめって言ったら多分、在校してたんじゃないですかね。いじめられちゃった。うん。あ、そう。まあ、周りはいじめてたと思わないと思いますけどね。私はすごくこう、心理的にきつくて。と、なんか、エキシビションで、キックなしルールで3人相手にやったのがライジンかなんかになりましたね。はい、東京ドーム大会かな、うん。そうですよね。あれを見てしまって、はい、全くもってボクシングっぽい動きはできてないんですよ。はい。っていうのは、今竹吉選手の、あれ最後に、キックボクシングの弊害はないっていう話をしたんですけども、もろに出ちゃってる感じなんですよね。